廃墟と化した遊園地で。東京が舞台になっていて、そこで一つの殺人事件が起こります。でその殺人事件で一人の女性が片目をくり抜かれて死体となって発見されるという事件が起こります。それを、主人公の伊達が、刑事なんですけれども、彼が特殊な機能を使って捜査していくという物語です。で、一つ特徴になっているのは、彼の左目が義眼なんですけど、その義眼に AI が搭載されていて、その AI の機能を使って赤外線を使ったりとか X 線で透視したりとか、そういう機能を使って、またその AI と会話することで事件を操作するんです。でもう一つ特徴があって、このゲームはまあソムニウムファイルっていう名前なんですけど、ソムニウムっていうのは、夢と、ラテン語で夢っていう意味で、主人公が被験者だったりとか参考人だったりの夢の中に入ります。夢の中に入っていろんな手がかりを探して、その手がかりをもとにさらに犯人を突き止めるために捜査をするというゲームになっています。だいたい僕の場合はシナリオを考えている間にディレクションも考えています。でシナリオの中に例えば演出だったりとかっていうのも書いていくし、そのシナリオとソムニウムパートというその、ちょっとしたアクションみたいなものがあるんですけど、そこと関係する部分について何か思いついたら、それについてもシナリオの中に書いてるし、あとその絵作りだったりとか、音だったりとか、そういうのも全部ひっくるめてシナリオを書いてるので、ディレクションっていうのは常に頭の中にありながらいつもシナリオを書いてるっていう感じ。だいたい毎回いつもゲームで分岐構造を持ったゲームを作っているので、自分の中では結構慣れているというか、部分だったんですけど、ただちょっと今までと違うのが、ソムニウムパートの中でどちらの選択をするかによって歴史が変わっていくという点がすごい特徴になっているので、そこが今までとはちょっと違う構造になっていたので、そこから物語の結末まで描いていくのがすごく難しかったです。例えば難しかったです。僕自身がその例えば、フロイトだったりとかユングだったりとか、そういう心理学のことに興味があって、若い頃からずっと興味があっていろんな本とか読んでて、でその中でやっぱり深層心理みたいなもの、自分の秘められた真実みたいなものがそこにあるということで、そこをその世界の中を旅することで、何か面白いことができないかなと思って、でソムニウムパートっていうのを考えました。